はいどうも、ピーちゃんと申します。プロスペース今日もやっていきます。ということで今日は何をしていくかと言いますと、もう映ってますね、藤波くんを、リアタイで使っていきたいと思います。はい、先日、TS 第4弾60連目の確定で藤波くんを取り入ったわけなんですけど、その藤波くんをリアルタイム対戦でランク戦で、使いたいということで、思う存分楽しく、使っていきたいと思います。ということで、まあまだ、調理の特訓7で、こんな感じなんですけど、まあこれでもいけるでしょうということで、もうこれでも実力を発揮してくれると自分信じてるので、もうこの状態で使っても多分勝ってくれると思うんで、もうこのままランク戦やっていきたいと思います。ということでランク戦への画面へゴー。はい、ということでマッチングしました。いや5割7分の人か、きついね。まあでも5割7分の人を抑えれたらもうほんまもんでしょう。お願いします。頑張ってきます。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね、そういう意味でも中盤バッターには注目していきたいと思います、ね。その中盤がどう活躍していくのか見ていきましょう。まあね、5割7分ってすごいよね、本当。ボール先行です。これは低いところに持ってきました。ストライクが入りません。4球目は何で来るか。よしよしよし、バッターは2番、ちょっと甘いな。藤波、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー藤波、そしてキャッチャーは城島。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。日産、この辺りいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャー、今の使えたらでかいよね、藤波くんは。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。インコース落としました。さあ5球目は何か。おー、ナイスボー。ストライクです。スリーボールツーストライクです。もう一回インハイストレートでいこうか。インサイド落ちました。オッケー。バッターボックス柳田。さあ。ツーアウトになっています。ツーシームから入ろうか。初球ボール。さあ2球目は何か。高めはボール。ボール先行です。いやちょっと甘かった。まあでも OKOKOK。 バッターボックス高橋、ヒットでランナーを一塁に置いています。よーし OK、 さすが藤波くん。いやですよね、はい、低めにストレートが決まっています。3球目打ちました。これね、点取っとかんとね、藤波くんの援護欲しいね。ヒットでランナーを一塁に置いて、インサイド押しました。いやー引っ掛けてんな、引っ掛けてるって詰まってんな。打席にはバースが入ります。さあせっかく先頭出たのにね。続きます。51キロ。いやー今の行ってよかった。ストレートですよね、はい、低めにストレートが決まっています。打ちました。オーケー、ナイスバース、ナイスバース、さすが。いやーマジか、結構いい感じで捉えてると思うんやけどな。いや抑えよう、絶対抑えよう、藤波くんいける。藤波くんならいけるよ。大丈夫大丈夫。打順は6番丸、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は何から入ってくるか。初球ボール、うわマジか。さあそしてバッターボックス、どうしようかな、ここでバースか。こういう大事な場面で怖いバッターが続きますが、なんとか抑え切ってほしいですよね。さあ同点のランナーを得点圏に背負います。いやーえぐい、もう
えぐいな。際どいコースに送ってストライク。156キロがいきなり出ました。打ちました。バッターは9番に入っている梅野。いやマジもったいないことした。ランナーありません。バレンティン。ワンアウトランナーありません。初球ボール。変化球がわずかに外れています。ボール先行です。おい、インサイドしました。ツーボールツーストライクです。インサイド打ち上げました。オッケーオッケーオッケー。打球はセンターへ。バッターは今日 DH に入っている坂本。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ジャイアンツ先制を許した直後のイニングでしたが、この回逆転しています。この回際どいコース、ボール先行です。いいボールですね。はい、変化球が決まっています。これが4球目。打ちました。 OK、 まあでも5割7分の人から3点やったらまだいいんじゃない。もうあのバースのホームランだけやしね、実際。いやー、他の試合でもう一回使おう。もう一試合行ってきます。3回の表ジャイアンツの攻撃。そしてバッターボックスは4番山本。先ほどの打席でヒットを放っています。ホークス同点で迎える最後です。初球は何から入ってくるか。際どいコース見送っています。外のストレートをわずかに外れてボール。絶妙ですよね。はい、変化球が決まっています。インサイドのボールが回っていった。さあ、そして打席には丸が入っています。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあ、ワンアウトになりましたがピンチは続きます。まあここで切り抜けてしっかり流れを取り戻したいですね。なるほど、そうですよね。シーツバット投げ込んできました。バッター見送りましたが打ちいっぱいのストライクです。変化球よーしいいぞ。さあ、そしてバッターボックス、ちょっと集中したるな今。まあ嫌なバッターが続きますけど集中を切らさずにいってほしいです、ね、だんだん使い方が分かってきた。ちょっとこの4点はちょっともったいないな。やっと使い方が分かってきた。藤波くんの強えわ。カットが強い。ストレート、ツーシーム、フォークも強いけど、やっぱね、曲がり幅が大きい、キレのいいカットね、めっちゃ刺さるっすね、やっぱ。はい、ということでいかがだったでしょうか。いやー、もうすいません、もう藤波くん、もう自分実際ランク戦でも何回使ったか正直わかんないです。もうそこでまあでも自分の使い方がもうほぼ8割9割占めてると思うんですけど、やっぱなんか今のリアタイ打高投低じゃないですか、今のリアタイって。だけんやっぱ制球ってめちゃくちゃ大事なんですよ、今のリアタイにおいて。そこにちゃんと投げれるか投げれないかでめちゃくちゃ変わってくるので、やっぱ制球が低い分、ベストピッチじゃないとやっぱり球がちょっとずれて甘くいって持ってかれたりするので、ちょっとねベストピッチをバンバン出せる方が使ったらめちゃくちゃ強いのかなっていう印象でしたね。まあ自分がナイスピッチしか出せないのでね、ベストピッチ率がそんな高いわけじゃないんで、自分がでそこで甘くいったところを捉えられるっていうのが多かったので、もうね全然いいのが取れなくてどうしようかなって、で頑張った結果が2つやったんですよね。いや本当に申し訳ないです。でもまだまだ、実際、自分が藤波くん取り入った理由も、そのリアタイランク戦で使うためじゃなくて、非表示超高速フェード用で、
自分取ったので、もうぜひ早く、まあ、その大会が来ればまずねそっちで使ってみたい。本当にそっちで多分無双してくれると思うんで、もうそっちで使いたいっていうのが本当一番ですね。であとやっぱまあそこでしかね活躍の場がないっていうのもちょっと寂しいんで、これからまだまだ、自分藤波くんを使って、リアタイランク戦やると思うので、まだまだ、研究の余地あると思うんで、これからもう何回も何回もずっと使って、正直やっぱ自分もこのままじゃ納得できてないので、これからも藤波くんランク戦リアタイで、使って、この配球が強い、この攻めが強いっていうのをもうちょっと研究します。自分また動画藤波くんの上げれたら上げようかなと思います。その時はぜひまたよろしくお願いします。でちょっと長くなったんですけど、もうこれからもさらに精進して頑張りたいと思います。はい、ということで、Bちゃんでした。お疲れ様でした。バイバイ。